願いします。そうですね、僕たち武道館初めてなので、はい、今まで以上に気合を入れていいライブをしたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さん一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕も全く同じ気持ちどう受けるんですか。他のメンバーにもよろしく言うと。ありがとうございます。マネージャーさんにもよろしく。ありがとうございます。で、エビックス赤坂君もよろしく。ありがとうございます。ということで、献血は愛のアクション、ラブインアクション。お相手は小林真也とダイスの工藤大輝と大野雄大と、おせっかいなおばちゃん山本修さんでした。ほんなら来週まで、ワンオートイデア。献血は愛のアクション、ラモントリオール条約の理由に必要な
日本の国内法の整備として昭和49年に制定されたものです。この法律も通知上の6条伝書には搭載されていませんが、第6条伝書には搭載されております。通知による同様行為等の処罰に関する法律4条1条の組織殺害です。この法律は昭和52年に起きたバングラデシュ人民共和国の首都で起きた日本赤軍によるハイジャック事態、通称落下地点が契機となり制定されたものです。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の執行等に関する法律30条1条3号の組織的な殺人です。この法律は暴力団による薬物、銃器等の取引や業務信用事件が契機となりまして、平成11年に制定されたものです。以上が指定犯罪。指定執行の手続きも見ておくことにします。指定は次の手続きを経て執行されます。指定数は指定執行までは定時制、これはかつての監獄のことですが、ここに表示されます。指定執行には法務大臣の命令が必要です。指定判決に発生しますと、指定執行を指揮する検察官の属する検察庁の長は法務大臣の指定執行を上申します。法務大臣は耐震・異常状況の必要の有無を確認し、また重要公正保護審査会に恩赦すべきかどうかを調査します。その調査の報告を受けまして、法務大臣は死刑の執行命令を除名します。3、執行命令は判決確定後6ヶ月以内に下さなければなりません。4、死刑執行は執行命令が下されてから5日以内に行わねばなりません。もっとも死刑執行は日曜、土曜、国民の祝日、7月2日、3日、12月29日から12月31日までは避けなければなりません。さらに死刑囚が心身喪失の状態にあると、女子の死刑囚が解体しているときは法務大臣の執行停止命令によって死刑執行は停止します。5、死刑は刑事施設内の刑場で行われ、この執行方法は公衆です。死刑執行に立ち会うのは検察官、検察事務官、刑事施設の長、検察官または刑事施設の長の許可を受けたもの、例えば死刑囚の死亡を確認する医者などです。6、検察事務官は執行始末書を作成しなければなりません。それでは死刑の実際の運用はどうなっているのでしょうか。結論を先に言えば、死刑はその運用の実態からいたしますと相当に抑圧された制度として動いていると言えます。次にその理由を挙げてみましょう。8つ挙げることができます。1、絶対的法定刑として死刑が規定されている犯罪以外は裁判官が意欲しなければ死刑は言い渡されません。大審での死刑言い渡し審を犯罪白書に見てみましょう。印刷教材に平成5年から平成18年までの数字を挙げておきましたが、確認してみてください。平成5年の総数は4、その内訳は殺人罪が2、強盗致傷罪が2、平成6年の総数は8、その内訳は殺人罪が2、強盗致傷罪が6、平成7年の総数は11、その内訳は強盗致傷罪が12、
平成8年の総数は1、その内訳は強盗致傷罪が1、平成9年の総数は3、その内訳は殺人罪が1、強盗致傷罪が2、平成10年の総数は7。